賢者の選択リーダーズ。賢者の選択リーダーズ、ナビゲーターの蟹瀬誠一です。まあ、考えてみますと、私たちは戦後から今までいろいろな時代を生きてまいりました。まあ、戦後の荒廃、そして奇跡の経済回復、バブルが崩壊して長引くこのデフレの時代に入ったわけですけども、そうした時代の中で必ずキーワードというのがあったんですね。共通するもの、それがリーダーシップです。しかしリーダーシップって一体何だろう、この答えを探すのはとても難しいんですね。というわけで、今回もここ事業構想大学院大学で学長をお務めになってます野田和夫さんに、リーダーシップの本質、これを伺ってまいりたいと思います。野田和夫特別企画第2弾。集団にはそれぞれの役割がある。集団の役割を果たすためにみんなが大事。烏合の衆ではダメなんだ。まとまっていかなきゃいけない。まとまるときに、みんな俺はリーダーだから、お前俺の言うことを聞けっていうことだけでは、強権を持って人をね引っ張ってっても、多くの人間は心からついては来ない。基本って心なんだ。それとやっぱりその人間が持ってる本質、それが結局リーダーを左右すると思うな。次世代のリーダーへ、事業構想大学院大学学長野田和夫がリーダー像を語る。まあ、野田さんは戦前戦中戦後、まあ、日本を代表するような経営者の方々と当然出会われてきてるわけでしょうし、まあ、そんな中で例えば松下幸之助さんだとか、ソニーの森田さんだとか、こういう方々の一人一人がですね、どういうところがやっぱりああいうふうに輝く原因って言いますかね。まあ、たまたまエコノミストって雑誌なんかがあったり、はい、そのまあ、若手の経営学者っていうんで、いろんな機会があるときに、まあ、そのいろんな意見をね、対談なんかもだから、僕は個人的に頼んでも秘書課でおそらく断っちゃうとも知らないと、うんうん、ところがやっぱり雑誌社なんかがこう入ると、ちゃんと時間取ってもらえるんですよ。だからそういう意味で非常にたくさんのですね、あの創業型経営者にお会いしたんですね。事業を起こすということは、あの経営学で教えてるようなことは もちろんどの会社も前提としてあるんだけど、何が欠けてるかっていうと、発想っていうのは大学では教えないんだよね。いろんなことを知ってる人間、専門家はみんなその高等教育を受ければ専門家になるんですよ。でその人たちは事業を起こすわけじゃないんだよ。どの事業にも専門家が必要なんだよ。言うなれば会社の社員としては大学を出た人間は有用なんですよ。しかしじゃあ事業を起こすっていうことは、大学を出れば事業を起こせるわけじゃないんだね。優れた発想をこの計画まで落とし込んでいくのリーダーシップがいる。これは高等教育にないんです。こういう方々っていうのは一種生まれながらにそういう発想力っていうものを持って生まれてきてるのかね。何が我々その平凡な人間と違う。天賦のものだと言ってしまえば終わりだから、僕はその天賦のものだとは言いたいんだけど、天賦ももちろんあるけども、やっぱり後天的なものもあるんじゃないかな。やっぱり例えばどういう人の刺激を受けたか、青年時代に何かこう憧れるもの、で憧れるものが強烈に強いと夢は志になるんだよ。今年86歳を迎える野田和夫は、東京赤坂の事務所を拠点にさまざまな活動をしている。野田は小学生の頃から父親に憧れ、考え方の基本は全て父親の影響だという。そうですね、私の父親は航空機の技術者で、まあ、日本に初めてですね、航空力学とドイツで学んで、まあ、日本へ帰ってきたんですが、その頃、まあ、ちょうど第一次大戦の後で戦勝国は全部ですね、やっぱりそのこれからは軍用機を返しなきゃいけない、三菱重工へ入りまして、で、まあ、私が生まれた頃はもう要するに上の方の責任者の立場になってました。で、まあ、父親は非常に憧れてる。だ同時に、まあ、憧れるに足る父親だったですね。50年僕は末っ子だったもんだから、50年間父親と暮らしたけどね、原稿一致してんだね。
まあ、僕にはその愚痴を言うなとか、要するにそのこういろんなね、まあ、陰口は嫌いなんだよ、愚痴とかで。だから50年間ね、父親がね、一度もその愚痴とかね、陰口を言ったことはないんだ。だから子供の方が父親は僕に厳しかった。その厳しさの中に父親の愛情を感じたよ、うん、昔の家庭っていうのはやっぱり父親っていうのがね、リーダーなんだよ。野田和雄は愛情を持って常に正しい道に導いてくれる存在こそが真のリーダーであることを父親から学んだ。まあ、本田さんなんてのは、まあ、誰が見ても変人だよね。あの浜松の中小企業のおやじさんだから、町ではあの人面白いおじさんだからちょっと変わってると、うんうん、しかし本田さんの次の社長の川島君って僕親友なんだよ、うんうん、本田が取った最初の大学卒なんだ、で普通は大学卒ってのはね、本社に置いて金の卵、川島君そうじゃん、初めからか、あの本田さんは現場にいるんだよ。だから本田さんの横につけられてものすごい厳しくしたから、ぶん殴られたこともあるらしい、ね、確かにぶん殴るのは悪くない、しかしね、情が行くのはね、なんでお前はこんなこと分かんないんだってね、愛情を持ってね、殴られた時に、川島君はね、一度も本田さんを恨んだことがないって言うんだよ。自分が悪いと川島君から聞いたんだけどもね、例えばね、俺はね、やがてね、世界一のオートバイメーカーになる、まあ、あの浜松のね、一中小企業町工場の大家さんがね、あの人面白い人だと、しかしちょっと変わってると、しかし本田さんの周りの人間はね、みんなそれを信じたって言うんだよ、これリーダーシップなんだよ、いや、そのリーダーシップっていうのは、これリーダーシップって言葉としてはもう使い古されてるけど、これの本質っていうのは何なのかっていうのは未だによく分かんないですね。人間的魅力の中には信頼とか力とか全部入ってるんですよ、いわゆるカリスマでしょ。まあ、カリスマというとね、ちょっとね、程遠いんだよね。確かにね、あのスティーブ・ジョブズなんてあったことないけど、ややカリスマ的じゃないかと。だからついていけなくて叩き出されたでしょ。そうですよね、自分の作った会社から追い出されて、だからあれは大したもんだ、あれはカリスマだと思いますよ。理屈を超えて人間がこう引きつけられるっていう人もいると思うんだけども、僕の会った本田さんとかね、増田さんっていうのはちょっと見ると普通のおじさんなんだよ、日本の方ね。しかし周りの人間から見ればね、もう強烈な人間的魅力があると思う、僕なんかもね、本当に増田さんとかね、本田さんの部下になりたいと思うもん。やっぱりああいう人間的魅力っていうのは学歴とも何も関係ないね。で、僕は非常に不思議だと思うのは、そういうまあ経営者としてね、非常に、まあ、ある意味では冷血に物事を決めなきゃいけない時とか、それこそ解雇しなきゃいけないとかってありますよね。ある。そういう時でさえなんかその恨まれない、やっぱりね、あのみんなが議論して、そんなあんたはこれでいきましょうって言った時には誰もがね納得するんですよ。とはワンマンっていうのはそうじゃないんだよね。もう誰も議論もしないでこれから行くって言った時、心の中では大丈夫かなとか、そういうのを持たせたら、もうやっぱりね、増田さんとかなんかやっぱり人間的魅力があってね、やっぱりいろんな人の意見も聞くんだよ。なるほどね。ほらみんな大体意見聞いてもね、これでいきましょうっていうのはってなるとね、みんな納得するんだよ、リーダーっていう言葉はね、日本では指導者って訳す、これ非常に僕はおかしいと思うんだ。でアメリカではもちろん指導者もリーダーだ。しかし例えば皆さん日本語になってるけど、オピニオンリーダーっていう言葉だろ。オピニオンリーダーは何、視聴者にとって上司ではないよね。しかし非常に尊敬されてる、まあ、先生とかなんかはテレビでその先生の言ってることに多くの人間が影響を受ける、オピニオンリーダーなんだ。あるいは職場なんかでもね、特にその係長とか課長っていう役職はなくても、何か会議をするとある人の発言が全体を非常に動かしてるっていう場合にはインフォーマルリーダーって言うんだ。だから英語でリーダーっていう言葉だね、日本語でいう指導者ではないんだよ。リーダーっていうのは面白い、指導者とこう考えた場合にはそれは集団には必ず指導者がいなきゃ集団の形をなさない。しかし指導者っていうのは権限を持って非常に利己的に自分のことをやろうとする人じゃないと思うんだ。集団にはそれぞれの役割がある。集団の役割を果たすためにみんなが、ね、右往の衆ではダメなんだ。まとまっていかなきゃいけない。まとまる時に、ね、みんな俺はリーダーだからお前俺の言うことを聞けっていうことだけではね、
強権を持って人を、ね、引っ張ってても多くの人間は心からついては来ないんだ。やっぱり何かをすべきかというと、やっぱりみんなで議して、みんなで議しても意見分かれないときはいろんな意見があると。しかし皆さんの意見を通して、ね、やっぱりこれでいこうじゃないかと言ったとき、みんなが納得する、つまり納得させるだけの影響力を持った人がリーダーなの。それはさっき言っただろう、インフォーマルリーダーで、フォーマルなリーダーも実質的にはインフォーマルリーダーでなければダメなんだよ。権力を持ってね、人を引っ張っていくっていうのはね、人はねついては来るよ。しかし心ではもう背いてんだよ。やっぱり人徳とかね、その人の持ってる知恵とか知識とかっていうものに対する尊敬感がね、だからそういう人で結局自然にみんながその人の言うことについていく。したがってリーダーは自分で最初から発言しない方がいいんだ。みんなに喋らしておいて、それぞれの意見にも非常に聞くべきことがあると。しかし今回はこれこれこういうようなで、こういうでやっていこうじゃないかと、そうするとみんなが納得してついてくるじゃん、うん、だから強権ではなくてやっぱり説得だよね。で、志だけあってもダメなんで、うん、志をやっぱり遂げるためのリーダーシップっていうのは、他人の力がいるんだよ、うん、で自分で何でもする器用な人は、やっぱり事業なんて起こさないよ、うん、ああしかも拡大はできないですよね。だから確実に言えることは、その大学を出たからといって志を持ってるわけじゃないんです、うんうんうん、志っていうのは社長になりたいとかそんなもんじゃないんですよ、うん、こういうものを作りたいと、うん、でそういう意味ではね、僕の接したやっぱり経営者で優れた人は、うん、人間的魅力はそういうもんなんだ、うんうん、でそういう意味でね、やっぱりその自分自身がある志を遂げる、うん、でその志が強いっていうことは周りの人を感化するんだよ、だから今お話伺ってるとね、その川島さんがいて本田さんがいて、それからソニーだったら森田さんがいて伊深さんがいてっていう、あ、まあこの2人のなんていうかチームワークっていうか凸凹具合っていうか、違う種類の人が2人くっついて何か成し遂げてるっていう、増田さんの場合もね、高橋新太郎っていう素晴らしい番頭さんがいたんだ、はいはい、もう2人がね、うん、会話すると、うん、秘書の人も何言ってるか分からんぐらい大阪弁で早いんだそうだ。もう完全にですね、増田さんと高橋さんっていうのは生まれも年も違うよ、うん、しかし何十年やってくると、うん、もう松下さんそのものなんだよ、高橋さんは。それから本田さんだって藤沢武雄っていうのは、はいはい、もうあの二人はね、全くだね、意気統合してんだよ、うん、これ3人じゃなくていつも2人ですよね。うん、まあ3人ってこともあるんだろうけど、まず複数ね、うん、つまりその人の足らざるところを補う、うんうん、でやっぱり創業者が志なんだよ、うん、それで発想を持ってる、うん、でそれをそのリーダーシップで持っていくときに、うん、一番右腕がそのペアなんですよ、うん、いやソニーなんかの場合もその伊深さんがやっぱりその機械の あれをガーッと一生懸命やってて、森田さんはその営業っていうか、そうそうそう、あの方私もお世話になりましたけど、本当に人たらしっていうかね、坂川さんの息子だからね、会った途端にもう10年来の友達みたいな雰囲気を醸し出してくれた、この人と一緒にいたなと思わせてくれるんですよね。あ、商売はやっぱり森田さんの方が上手だよ。この2人がガーッとタグを組んで大きくなったっていうのはありますよね。だからやっぱりさっきの川島さんなんかね、うん、本当に本田さんをね心から尊敬してるんだ、うん、親父ってね、うん、これで僕は非常にね日本的かと思ったら必ずしもそうでもない。いや、どこの国もね、大体アメリカのシリコンバレーでね、ヒューレット・パッカードから、はいはい、マイクロソフトから、ね、グーグルでみんなペアだよ。ああ、言われてみればそうですね、うん、創造的なことをするためにはね、うん、ペアシステムがいいと、うん、ある人間が天才的であったらある人間がそれを補う、あ、それはあれですね、時代には関係なく多分、ね、現代でもあるかもしれないですね、だけど今野田さんのところに、まあ、集まっているっていう表現がいいのかどうかわからないですけど、ベンチャー起業家で、まあ、名前が、通ってる孫さんだとか、それから HIS の澤田さんだとか、パソナの南部さんだとか、この方々はどっちかというとペアシステムじゃないですよね。いや、一人ではあっという間にやるんですか。やっぱりね、自分がワンマンでその天狗になっちゃダメなんですね、やっぱりその周りにその考えをさらにですね、一般化する人がいるんですよ、あるいは時としては戒めるとか、だからいわゆる超ワンマンっていう人は成功しない、挫折しちゃうよね、やっぱある程度の包容力がないといけないと思うんですよ。だからね、さっき
例えば本田さんって気が強いからぶん殴ることもあるけどね、あのぶん殴らなくてもついていかない人もいれば、ぶん殴られてもついていくのよりじゃないか、ありますね、やっぱりその時に自分は殴られても一回も本田さんを恨んだことがないっていうぐらいね、本田さんを愛してんだよ、だから父親に城を引っ張られて恨むやついないでしょ、だからそれぐらいの愛情っていうものはねこもる、人間は分かるんだよ、僕はそう思う。この後マネジメントの父ドラッカーを初めて日本に紹介した野田和夫がドラッカーとの交友秘話を語る。1950年代後半、野田和夫がピーター・ドラッカーの著書を初めて日本に紹介したことでアメリカ経営学ブームに拍車をかけた。日本はその戦争に負けてね、最初はその日本の経済は日本が戦時中侵略した国々の水準を超えない程度にしか許さないという厳しい占領政策だったとか、冷たい戦争が起こったためにね、対日占領政策が180度変わったんだよ。でも日本経済の早期復興とそういう政策もあってね、急速に日本のね産業界が活気を得たんだ。でも一方の昔からあった財閥系の企業はかなり制約を受けた。したがってそこにはね、まあ、ソニーとかホンダとか松下という戦後急にはね伸びてきた、まあ、ベッチャーみたいな経営者はね、僕は非常に影響を受けたよ。こういう元気のある企業ってね、どうしてこういうふうにいい実績を上げるんだろうと。したがってそういう意味では僕はね経営っていうものにね非常に関心を持った。しかし大学で経営の講義を聞いたけどつまんなかったね。したがって僕自身としてはね、日本のその経営学っていうものに対して今でも偏見があるんだよ。なぜね、実際にそのこう活動してる企業あるいはそれをこう担ってる経営者っていうものにあってね、そのいろんな材料を得たりあるいは話を聞いたりしないんだと。大学の経営学を非常に厳しく批判したんだよ。そしたらね、そのことを知ってる先輩がね、僕より一足先にアメリカの大学行って帰りにお土産で買ってきてくれたのがピーター・ドラッカーの本なんだよ。プラクティス・オブ・マネジメント。台を見たらあんまり読みたくないもんだから、しばらく 2週間ぐらい机の上に置いといた。その後ある時ね、開いて読み始めたらね、僕が求めてるもの、対象はアメリカの産業界だけどね、アメリカの産業の中で非常に個性的な企業とかあるいは経営者のことが全部書いてあるんだよ。で僕はもうこれだと思ったんだよ。産業人に読ませたいと思った。僕は本読みながらね、これこそ現代の経営だと思って読んだから、ね、現代の経営って訳にしたかった。でピーター・ドラッカーに手紙書いたんだよ。すぐね返事が来たよ。すぐだって今のメールはないから手紙を書いたんだ。またピーター・ドラッカーがちゃんとなんかこう古いタイプライターで打ったような手紙が来てね、 OK。 だから僕は現代の経営って訳したらね、飛ぶように売れたんだよ。その本がアメリカの経営を学ぶっていうことがね、日本の産業人はもう共通のね望みなんだよ。だからもうどんどんね経営視察団っていうのをアメリカへ出した。だけどそのピーター・ドラッカーの本っていうのはね、アメリカの中でも最もかなんていうかな、頼もしい企業の実態が書いてあるんだ、経営者のことが。でも飛ぶように売れて、でも 2,3 年もするうちにね、ある団体がねピーター・ドラッカーを日本に呼んでね、夏はアメリカは比較的、みんな偉い人はあの休暇取るから、でピーター・ドラッカー教授を呼んでね、夏季セミナーをやろうと。また向こうが応じてくれてね、でその彼が日本へ来日して初めてピーター・ドラッカーと会ったと。僕はね、彼はやっぱりニューヨーク大学で教えてたからプロフェッサーと呼んだんだ。そしたらどう言ったと思う？俺はプロフェッサーじゃん、俺はコンサルタントだと。したがって自分のことはピーターと呼んでくれと。で僕も君のことをね和夫と呼んでいいかって、それが彼との最初の出会いだよ。だからそういう意味でね、ピーター和夫っていう中でずっと死ぬまで付き合ってたんだ。だけどね、いろいろ彼から教えられたよ。で僕はね、彼は素晴らしい男だよ。学者としてもね、コンサルタントとしても、経営の経験者ならドラッカーの言ったことの多くは非常に多く心を打つと思うよ。
どんなことが学べるんでしょうか。どんなことかっていくつか言うとね、それは僕自身はドラッカーじゃありませんから、ドラッカーの本を訳しながら感銘を受けたことを今の質問ですぐ思い出す。アンドル・カーネギーっていうね、鉄鋼王っていうアメリカじゃ、まあ、もうその伝説的人物だね。その墓石だ、僕もね実は探したんだけど、その墓は見つからなかった。ピーター・ドラッカー本の中でね、その墓石はどういうことが書いてあると、うん、己より優れたものを部下とし、共に働く技を知れる者をここに眠ると書いてあるって、僕が訳したんだよ。ピーター・ドラッカーがね、心を込めてね、アンドル・カーネギーに対して感謝の、あの、いわゆる尊敬の気持ちであると同時に、多くの経営者に対してね、部下の前で威張るやつが多いじゃん、アメリカにも多いし日本にも。そうだよ、やっぱり優れた経営者っていうのはね、自分より優れた、全てが優れてんじゃんよ。少なくある才能、自分の持ってない才能を持ってる人間をたくさん集めて、己より優れたものを部下とし、そいつたちが喜んで一緒にね協力してこのオーガナイズして働けるような力を持ったやつがリーダーだと。それは象徴的人物がアンドル・カーネギーだと。でそういうようなことがポッと入れるピーター・ドラッカーが好きだよ。でドラッカーはその後もたくさんの本を書いてますから、ただそのやっぱりドラッカーの本の中でも現代の経営っていうのは非常にやっぱり今でも読まれるだけの内容がある。でその時に取り上げた企業の多くっていうのはもう今は活躍してない企業はあるけども、しかしそれは一つのケースとして見ればね、今でも十分教育的な本だと思うよ、うん、ドラッカーはともかくその何て言うかな、企業経営者はいかにあるべきかということと、企業はいかにあるべきかということの他にだね、ノンプロフィットだから、死ぬ前の10年間かぐらいは非営利法人にもやっぱり経営が必要だっていうことを非常に説いてる。 NPO 法人であろうと営利法人であろうとマネジメントは同じだと。それはやっぱりそれぞれのミッションを持ってね、でそこに働く人たちが満足してやる。でやっぱりその存在、その NPO が存在すること自身が世の中に大きなね、どれぐらいの貢献をしたかっていうことをいつも考えない。そういう意味では企業っていう意味では同じなんだよ。ノンプロフィタブルのプロフィット。でピーター・ドラッカーのこれは本にはどっかに書いてあったか知らない、僕はねピーター・ドラッカーといろいろこう話してる時に彼がプッと言った言葉の多くを覚えてんだよ。ある時に彼が言うんだよ、カズオ、アカウンティングね、つまり会計ではねプロフィットっていう概念があると、しかしビジネスにはプロフィットという概念があって、これはだね、利益というのは会計制度の言葉であって、利益っていうのは本来ね未来費用、フューチャーコストというべきだと言ったよ。それは何かというとね、収支のバランスがあって、まあ株式会社は、まあ、例えば出資者に対する配当、出資者っていうのはまあその利益っていうのは目的だから、それはコストなんだ。でそのことは純利益っていうのがあるね。純利益っていうのは実はね、社内留保、会社の中に一応残しておく。その会社の中に残しておくのはね、将来会社が何かのことで失敗したら他人に迷惑をおかけないで自社の、ね、お金を使える。それから会社自身は発展しなきゃいけない。発展するためにいつも他人のお金を考えない。自分のお金もだね、いつでも蓄えられるようなもの、使えるような状態にしておいて。したがってビジネスにとってはだな、利益っていうものはフューチャーコストというべきだとから言ってたよ。そういうのはね、本当に他の学者は言わないよね。経営のことをよく知ってるから彼は言うんだよ。だからミッションということを言うよね、どの企業にも。まずミッションがなきゃいけない。だからさっき言ったように上に立つ人間っていうのはだね、権力を持ってやるんだよな。やっぱり下の人間の、ね、自分より優れた人間が力を発揮できるような環境を作るっていうことがやっぱり上の人間だと。一つ一つがだね、本当に企業経営をやってる人にはね、このピーンとくるようなね言葉なんだよ、うん、たくさんのねやっぱり企業経営者との
のが付き合い、それから自分自身のコンサートを通じてね、企業の本質っていうのを非常によく知ってる、うん、たくさんの実例を知ってる。ピーター・ドラッカーが言いたいことは、その企業もやっぱり環境の中にあると。したがって企業経営者がいつも心がけならならんことは、そういったこの内部の問題ではなくて外部環境だ、時代は今どう動いてるかというようなことをだね、やっぱり経営者はいつもだね見てなきゃいけないと。僕はあの一緒に山に登った時に、ね、まあハイキングで、まあ、あのロッキーのずっと麓の方だから、あの散歩が好きでね、ロッジからね、まあ小一時間経つと相当な高みになるじゃん、ね、だから彼はね僕に言うんだよ、あのなんていうかな、オーガニゼーションチャートってあるでしょ、でも日本で組織図というか数をと、オーガニゼーションチャートってのはあれは非常にデンジャラスだ、危険だって言うんだよそれ何のことか分かんないだろ、だから言うんだよ、我々今ねつい1時間前に麓から歩き出して、わざわざ頂上、まだ頂上はあれのこう相当な展望ができると、ね、でオーガニゼーションチャートってのはアメリカにも日本にもね、まあ、ソビエトにもね、ドイツにもみんなあると、軍隊に行ってもある。そうするとね、こう上の方にと、まあ、日本だと社長とか常務とか、そうするとね、オーガニゼーションチャートの上の方に自分がいたらね、展望が効くとみんな思ってるだろうと、ね、それが非常にデンジャラスなんだと。だからね、オーガニゼーションチャートの代わりに、ね、彼丸書いてね、丸って初め何のことか分かんない、何だろうと、真ん中に点を持ってね、こう丸の中の点であって、実はこの点がねプレジデント社長なんだと、ね、大きなね、大きな企業は厚い壁で囲まれた中に社長がいると彼は言うんだ。つまり何を言いたいかっていうと、組織図ってもので自分を見ると、自分は頂点にいるから周りが見えるように思うだろうと、しかし実はそうじゃないんだと。大きな組織ほど、ね、厚い壁の中に社長は閉ざされてんだと。だからそれを意識して絶えず時代がどう変わっていってるかっていうことを自分の努力で知らなきゃいかんっていうことを言うんだよ。ピーター・ドラッカーたくさんの経営者の悩みを聞いたりなんか知ってるから、やっぱり自分はあの組織の上に立ったことはなくてもだな、組織の上に立った人間の主要な状況をだな全部把握できるわけ。だからあれは本当の意味での社会科学者だと思うよ、うん、この後野田和夫を師と仰ぐベンチャー三銃士の創業当時のエピソードが明かされる。まあ、かつては松下さん、本田さん、森田さんなんかが今でいうところのベンチャー起業家というふうに言えるんだと思うんですけども、今、まあ、ベンチャー三銃士なんて言葉もあってね、このソフトバンクの孫さんと HIS の澤田さん、それからパソナの南部さんですが、うん、この方々っていうのはお会いになって、どんな感じなんですか、以前の方とまた違う。みんなその30年ぐらい前だからね、たまたま孫君はあのアメリカから帰ってきて、新しい事業をやったんだよ、社員が2人、もう少年のような、でね、やっぱりあのバークレーって一流校だから、孫君ねバークレー出たのね、 なんで日本へ帰ってきたのとシリコンバレーで事業するわ言ったらね、にっこり笑ってね、僕は日本が好きですからって、あの顔を今でも覚えてます、で孫さんには例えばね、どんなことをおっしゃったんですか。彼が言ったことだよ、で僕は孫君に話したかどうか覚えてないよ、一番最初孫君はね先生にね、夢と志の違いは何だって聞かれたって言うんだよ。僕そんな質問したってこと記憶にないんだよ、その時びっくりしたって言うんだよ。夢と志ってはね、そしたら僕が言ったのは、夢ってのは少年の夢とか少女の夢っていうのにね、言うのは儚いもんだと、しかし志っていうのはもっとねはっきりした目標なんだと、僕はね指導者になるやつはねみんな志を持ってる、その志っていうのはね、あの同じような素質を持ったやつの心を掴むんだよ。
だから孫君はね、うん、非常に強い志を持った少年だったと思うよ、うんうん、だからいろんな形で規制の壁にもぶつかりながらやってきたと、ね、その時孫君はものすごく、うん、感銘を受けたと言うんだよ、うんうん、まあ孫君っていうのはそういう人間的魅力があるんだよ、うん、沢田さんはちょっとまた沢田君はね大阪だったからね、で東京へ来て小さいオフィスを持ってた頃に、まあ、誰かに聞かれて僕のとこ来たんだ、ずいぶん昔に お会いしてあの、ね、本当に、まあ、素晴らしい先生というか、あのものはっきり言われるというか、やっぱりこう、まあ、企業ですからいろんなことがあると思うんですけど、やっぱりこう正直にやるというか、あの正しいことは正しい、間違いは間違いと、まあまあそれをまあはっきり言われる先生ですから、まあまあそういうことを一番やっぱ感じましたですね。まあ、たとえその企業として辛くても、やっぱ間違いは間違い、正しいことは正しいと、はい、まあ、そこははっきりしたあの先生だったですし、まあ、そういうことはあの非常に勉強になりましたですね、はい。どうでした、その最初の印象。いや、要するにやっぱり非常にね、変わってるのはね、高等学校出たらね、うん、もう大学なんか行かないでね、世界の旅放浪されてたんですね。そうそう、で僕はもうその時からね、これやっぱりあの旅行業とか、うん、そういうものは体験が大事なんだよ。で彼はね、自分の体験でね、外国行くと安い切符があるわけ、うんうん、で日本はご存知のごとくもう日本航空と全日空から、安い切符なんかはないと、しかしやがてね、うん、日本も先進国と同じように安い切符でね、あの安い旅ができるようになるだろうって、それは自分がパックパッカーで安い旅をしてたから、そういう発想があると同時に、パックパッカーで安い旅をする人間の気持ちが分かるんだよ、うん、まあ、それがビジネスが成功する確信へつながっていくわけですね。だから彼はもうあれでしょう、何年間か海外をさすらったんじゃないですか、うん、でやっぱり彼はね、ただ察すらったんじゃないんだよね、うん、やっぱり自分自身やっぱりビジネスをやりたいって気持ちがあって、うん、まあ、ドイツかなんかでやっぱり自分自身がビジネスやったらしいよ、だから自分で稼いで自分で旅したんだよ、うんうん、だからそういうね、やっぱりその青年時代に彼は志を持って生きてたっていう点ではね、うん、南部君でもみんな同じなんですよ、うん、これはいつの時代でもその無名の若者でもそういう気持ちっていうのは大事ですよね、うんうん、だから親が教師はね、今の青年というものにそういうその志を与えるべきだ、うんうん、だからあの大人がやることは青年というものに批判しないでね、うん、大きな夢を志に転化してやることだと、うんうん、本来教育ってそういうもんじゃないか、うん、まあ、野田先生はね、もう本当あの年でむちゃくちゃ元気ですからね、はい、まあまあ、ゴルフもある時もえらい早いですからね、歩くのも早いですし、美術館一緒に行きますでしょ、うん、早いんですよ一番早い で, もで、ね、みんなね、知らない人はついていくの大変なんですけど、はい、もう我々慣れてますからついていかないんですよ、自分らゆっくり見てから出てたら必ず出口のところで待っていただいてるんですよね、でみんな心配するんですよ、早いから、はい、おお先生どこ行ったどこ行ったって、これからも元気でいていただいて、ただあの無理をせずにですね、あのぜひ転ばないように、あのこれからも元気にご指導よろしくお願いします。あのパスナーの南部さんも野田さんのところに足しげく通われたという話は伺ってますけれども、南部さんっていうのはどういう感じでした、ね、パスナーっていうのは彼が比較的最近社名を変えたことがございます、はいはい、もともとは僕のとこ来た時はまだ30年ぐらいだった、あのなんかこう関西からやってきてね、僕は家具屋だと思ったんだよ、ちょうどこう家具をやってたそうなんですか、うん、でもちょっと手伝いって言ったらね、こう入ってきてね、腰つけおかしいから、もう君家具屋じゃないかってその時ですよね、やっぱしな、やっぱそう思ったんですよね。24歳の時に東京に出てきた、で東京って大きな街やと、ここで頑張ったろうと思って、ニューオータニの前を、赤坂のニューオータニホテルの前を歩いてたら、その決対な人が、おいおい、僕僕って、あ君君とちょっと机持ってやった、で僕もはーいと言って机をこう部屋の中に、オフィスの中に運んでたんですよね。ただ僕もこの人誰かなと思ったら、僕もあところで君は誰だとこう言われて、で僕はいやいやビジネスをベンチをやり始めて、で東京に出てきたばかりですと、こう言ったら、ああ面白いなと、そうか
それそれでまたずっと手伝ってたんですよ。それが一番最初のきっかけですよね。で名刺を出したら、テンポラリセンターってんだ、テンポラリセンターって君おかしな名前だけど何やってんのって言ったら、まあ人材派遣業だと、はい、ああそうかと、テンポラリーサービスセンターを訳したんだなって言ったからポカンとしてたよ、でいずれにしてもね、テンポラリーセンターって名前は彼がつけたん、それはね彼自身はあの関西のちゃんとしたうちの坊ちゃんですよ、で工学部を出て、はい、でまあ当時は秋が就職試験で、まあ、会社訪問したわけ、で待たされるんだよ、当時やっぱり就職なんだ、やっぱり坊ちゃんだから わがままだからなんでこんな待たすのって言ったのがね、今就職シーズンだと、で工学部だろ、工学部だったらそういうバカな質問しないんだけど、から工学部だから、そんなら秋だけ人を増やせばいいじゃないのと、合理的に考えたんですね、でこれはそれを実行したんだよ彼は、それをだから本当はね、そういう法律的にはね、そういうまあ職業とはできなかったんだ、だから知らないままやってテンポラリーセンターだった、でそのうちね、法律が変わったんだよ、でそのいわゆるあの不正規採用が可能になってね、急速に彼の事業は伸びたんだ、南部君っていうのはそのね、事業家っていうね大きな夢を描いてる男なんだよ、僕自身が目をつける前にもう淡路島でね、新しい農業を起こそうと、で今ね学校出ても就職できないやつがいると、そういうのはかわいそうだと、したがって1日だけパソコンの社員にして、給料も、ね、10分の1ぐらい上げて、でも淡路島で、みんなでね新しい農業を起こそうと、ビジネスにはならんよ、農業を起こそうと、で午後は自分の好きなことを勉強しようと、それはもともとね本来そのノンプロフィットオーガニゼーションがやるようなことをね、パソコンがやってんだよ、しかし僕は非常に感心してる、彼は非常にあのそういう自分自身があの頭の中でこう夢を志に変えるんだけど、それはその売り上げであるとか資本金とかそういうものじゃないんだよ、自分自身がやっぱり描いたものを実現しようということに関しては彼は非常に執念がある、おかしいものは戦えと、これは何分だ、なぜ戦わないんだと、いや先生戦うとあって相手強いし官僚やし、あの派遣の権限持ってるし、あの取り上げられたら僕仕事ができひんからと言ったらね、何言ってんだと、戦えと、とにかくおかしかったら戦えと、お前はそもそも誰のためにこの派遣の制度仕組みを作ったんだと、働く人たちがみんなが喜べばいいんだろうと、それを君がやるんだからと、それからだもう35年ですよね、仕事をし始めてからずっと戦ってるつもりなんですよ。野田先生が見ればまだ足らんとまだ足らんと何すんだと、というなるかもしれませんけれども、先生に教えてもらったことを若者に伝えていきます。本当に先生ありがとうございます。たくさんのね、あのとこへもう何十人だ、僕のとこ入れ替わりたちから言っててね、僕はまたそういう連中と喋るのは好きなんで、この後事業構想大学院大学の野田和夫学長が特別講義の模様を一部公開。その松下さんだとか本田さんだとか森田さんだとかがこう成功してきた時代背景ですね、日本が戦後の中からとにかく貧しいところから、わずか23年で GDP 世界第2の経済大国になっていくわけです。一番大きなのは誤破産だったんだよ、日本経済が崩壊してゼロスタートゼロ入って、それからまあアメリカのね占領政策が変わって、これから日本はね、こう復興から成長行くんだって時代の機運は今とちょうど逆なんだよ、そこを比べると今難しいですよね。だから今はベンチャーなんか出にくい時代だろうね、でそんな中でも、まあ、何人かそうやって出てきていると、ユニクロとかね、この人たちはじゃあ何をこう起爆剤に出てきてるんですか。もうほとんど世の中ものもいろんなものも整っちゃってるわけですよね。人だってみんなそんなにハングリーなわけじゃないし、いやそれは例えばまだ東南アジアとかに出てけば同じだから、やっぱそういう人間が気迫のある人間がいれば、やっぱり日本ってのはこれから発展すると思いますよ。でもその彼らは日本でまず成功するわけですよね。孫さんなんかもそうだけど、もしかしユニクロなんて初めからもう中国はね、確かにその仕入れのね、
楽天なんかもそうじゃないですか、孫君のところもそうじゃないですか、もう早めに日本のマーケットっていうのは、見限るわけじゃないけれども、ここが我々の戦場じゃないっていうことに気がつくってことは大事なんですか。日本人自身が非常に打ちつぼみになったことも事実じゃないですか、特に草食系男子なんて言われるように我々の若い頃はもう海外行きたくてしょうがなかったじゃないですか。そうですよ、だから今はなんかもう海外行かなくても日本はいいよと、安全でね、食べ物は美味しいしっていうようなことを言うでしょう。だからそういう意味ではもう日本自身がね、確かに活力を失ったことも事実なんですが、失ったものをね元気づけるっていうのはやっぱり本当は先輩の責任だけどね、実は先輩の方も元気はないんじゃないかと思うんだよ、大先輩としてね、今の時代っていうのは野田さんの目から見るとどういう時代に見えるんですか。今はすごく僕は面白い時代だと思うんですよ。みんなが元気な時っていうのは元気なやつで目立たんじゃないですか、今の日本だったら元気なやつは昔よりずっと目立つと思うよ。っていうのはね、元気なものっていうのは人を引きつけると思うんだよ、だから昔ならみんなが元気だから誰に就こうかと思うけども、今は元気な人にはねいいやつがついてくると思うんですよ、そういうふうにものを見れば随分変わってきますね。魅力のある先輩が非常に少ないっていうことは事実なんです、僕は学生見てたって学生はね、この頃はちゃんとね、自分がやっぱり魅力を感じる会社に行こうっていう気持ちが非常に強いです、でも日本の企業全体を見た時にね、もちろんその素晴らしい経営者がいる企業もあればなかなかうまくいってない企業もある、全体として見た時にはやはり大きな曲がり角に来てるというふうに捉えていいんですか。今は停滞期ですね、誰が見てもね、今日お話伺ってますとね、なかなか日本の将来っていうのは暗い部分が多いなっていう感じがどうしてもしちゃうんですけれども、どうなんですかね、これから。おそらく今生きてる日本人の過去から比べると暗いんです、しかしさっき言ったように昭和19年を原点とする僕からすると明るすぎるんだよ、したがって僕は若いやつに外国行けと、日本から見る外国っていうのは輝いてるように見えるけども、僕は少なくとも体験した限り、日本は世界の中でも最も明るいんだよ、ところが日本人は、多くの日本人はもうその高度成長期とか、バブルとかを体験してるから、過度に今の日本は悪いと思ってん、だって外国行ってみろと、治安、あるいは食べ物の美味しさ、あるいはそのタクシーの運転手の礼儀作法、あらゆる点から見て日本っていうのは諸外国から見ればもう非常にだね、恵まれてんだよ、だから外国行けと、ただ初めてね、どんな人間でも自分の国っていうのは外国行った時初めて母国っていう意識が出てくる、私も経験あります、そうでしょ、だ誰でもそうなんだけども、その時にね、母国っていうのは一体他の国とは何が違うのかと考えてみれば、生活水準とかそういう測れるものじゃないんだよ、日本で生まれたっていうことはもう日本人の心の中に日本的なものがあるんだよ、やっぱり日本人っていうのは外国行ったらね、初めてね、どんなに日本を批判してる人間も、やっぱり母国に対する愛着とね、母国とはそういったもの、何かその自分たちが外国には持ってないものがあって、でそういうものが必ず国をね支える、だから今日本がどうなるかっていうことを心配する必要ないんだ、僕自身はもう日本が最悪の時を生きてたけども、ちゃんと日本は立ち直ったの、立ち直ったと、だから日本はね、今程度ではまだダメなんだ、あんまり今心配しないでさ、ほっとけば、あるとこまで行けば日本は必ずね立ち上がってくると、我々そのためには誰かがやってくれると思っちゃいけないんだ、この番組のねキャッチフレーズのように、一人一人の思いが世界を変え、日本を変えると、こういうふうに思えばいいんじゃないか、それが大事ですね、ありがとうございました。ではこちらこそ。精神的に年老いた人間はベンチャーなんて起こせない、精神的に年老いた人間は自分の価値観で安らかに生き死んでいくのがいい、で君たちはまだ若い、で年齢と関係なくもう若くして死んでる人間がたくさんいる、水性無視っていうんだ、だからいいか、あらゆることに興味を持つ、で何に焦点を当てるかと、自分自身が何かやりたいことがある、やりたいことがあるのに直接間接なんか関係のある材料ってもうね、あらゆるものから思える、でそれを売るとね、それを自分より知ってる人間っていうのは探す、でそういうことで人生を生きてると
君たちの事業構想というものに非常に役立つ。皆さんが社会人になれば必ずですね、いきなり人の上に立つわけじゃなくて、必ず例えば会社であれば上司がいる、社長がいる。そういう意味では自分の目上の人と何を基準に選ぶかと、僕はやっぱり権力とか財力ではなくて、あなたが自分の判断で見て尊敬できる人、その人から生き方を学ぶべきだと思うんです。したがってどんなことがあっても権力とかあるいは権力とかそういうものに負けないでください。